イタリア南チロルのレノンで現在も運行されている棒コレクターを使う1907年に製造された路面電車小型電気機関車の棒コレクター。棒コレクターは架空線から下の路面電車に電流を転送するために使用される3つの主要なデバイスの1つである。かつてはヨーロッパ大陸で非常に一般的であったがパンタグラフまたはトロリーポールに置き換えられた。 後にトロリーポールの多くはパンタグラフに置き換えられた。某コレクターは1880年代後半、ドイツの発明家、エルンスト・ベルナー・フォン・シーメンスによって最初に考案された。当時、アメリカ・バージニア州の発明家フランク・ジェイス・スプレーグが架空船からの終電装置としてトロリーポールシステムの特許を取得しており、この特許に抵触することを避けるために、 シーメンス社は独自の形式の終電装置、つまり、棒コレクターを設計することを余儀なくされた。棒コレクターは、1880年代後半、または1890年代初頭に、シーメンス電気会社が初期の路面電車で最初に使用した。1893年に開通した南半球で、最初のホバート路面電車システムは、非常に初期の棒コレクターを備えた。 シーメンス社を使用していた。リーズやグラスゴーを含む他の多くのヨーロッパ大陸及びいくつかの英国の路面電車システムもこの方法を使用した。ドイツプラウエンの棒コレクターを使う歴史的な路面電車棒コレクターは路面電車で使用されている最も単純で信頼性の高い終電装置の一つである。非常に初期のバージョンは長方形に曲げられ、 路面電車の屋根に長い面を下にして取り付けられた単純に非常に重いゲージのワイヤーまたは膀胱であった。コレクターの高さはその上端が上のワイヤーに沿って擦れるような高さであった。上部は幅1インチの工房でできており弓形の断面を持つように機械加工されているためこの名前が付けられている。この弓形のロッドはコレクタープレートと呼ばれ、後のモデルでは 最大数インチの幅になる場合がある。多くのトロリーポールとは異なり、棒コレクターには通常回転ベースがなく、路面電車の屋根の中央に固定されている。1900年代後半に蒸気の単純なフレーミング方法は徐々により複雑で、洗練された方法に置き換えられたが、一般的な操作モードは同じままであった。デザインの変更は、 ダブルデッキとシングルデッキの両種の車両が用いられる路線で最も顕著である。シングルデッキの路面電車は通常重い中高性のコレクタープレートを支えるために複雑なフレームを備えた背が高く軽量に構築されたコレクターを備えているがダブルデッキの車は通常それほど複雑でないフレームを備えた重いコレクターを備えている。良好な電気的接触を維持するために 某コレクターは上のワイヤーに非常に強い圧力をかける必要があり、そのため良好な電気的接触を確保するためにスプリング、またはウェイトの複雑なシステムが使用され、効率的な操作が維持された。線路のスチールレールは電気的規線として機能する。コレクターフレームがまっすぐ立っている時に、コレクタープレートの上端がワイヤーから数インチ上になるように、 棒コレクターを適切に取り付ける必要がある。したがって、コレクターは通常、進行方向と反対に傾いている。反対方向に移動するときは、コレクターの傾きを反転させる必要がある。これを可能にするために、ターミナルや分岐点など、棒が反転する場所で架空線を数インチ上げる必要がある。この操作は通常、ロープと滑車によって行われる。 車両を使用しないときは、コレクターを水平位置に折りたたむ。初期の車の中には、棒を反転する手段のないものもあった。電車が逆方向に移動し始めることで、自動的に反転すると考えられていたが、このようなコレクターは失敗した。ほとんどのソビエトの路面電車には、棒を反転する手段がなかった。これらの路面電車は、二方向に移動するように設計されていない。 もう一つの例として、2方向の移動用に2つの棒コレクターを備えた KTV-55 から2路面電車がある。棒コレクターはトロリーポールよりも可動部品が少ないがより重く、時には構築がより複雑である。棒コレクター用の架空線の構造はトロリーポール配線よりも簡単である。棒コレクターには回転マウントがないため、トロリーポールのようにコレクターが ワイヤーから外れたり、分岐点で間違った下線を進むことはない。したがって、棒コレクターでは、トロリーポールのシステムで必要とされる頭上のフロックとトロリーポールのガイドは必要ない。ただし、棒コレクターはトロリーポールよりもはるかにノイズが多くなる。棒コレクターの架空線はトロリーポールの場合よりもきつく貼られており、直線部分は自撮り状になっている。つまり、 架空線はトラックの中心線に完全に直線上に配置されているのではなく、わずかにジグザグに伸びている。これにより、棒コレクターのコレクタープレート全体に摩耗が分散され、コレクターの寿命が伸びる。いくつかのビンテージの路面電車の他に、火山、ミンスク、ジェルジンスクなどの旧ソビエト連邦の一部の路面電車システムでも棒コレクターが使用されている。 スネーフェルエルサミットステーションのリジット棒コレクター、満島のスネーフェル登山鉄道の実装は、架空線がたるんでいて、カテナリー状に自由にぶら下がっているという点で、珍しいものである。山岳ルートの強風時のトロリーポールの問題を回避するために、ホップキンソンの棒コレクターが使用されている。スネーフェル線はブレーキにフェルレールを使用している。 各車両には2つの厳密に垂直な棒コレクターがあり、その上にたるんだワイヤーが自重で接触している。コレクターは吊り下げ、ポイントでワイヤーと接触するのに十分な高さではない。2つの棒コレクターは吊り下げ、ポイントの間隔に対して十分に離れているため、一方がワイヤーと接触していない間、もう一方はスパンの中間にあり、良好に接触する。 コレクターは電源がオフの時にルーフレベルでボルトを外すことによってのみ下げることができる。1970年に5号車が発火した時、この作業ができなかったため消火活動が妨げられた。最初、近くの満島電気鉄道でも同様のコレクターが使用されていた。当初は接触不良でトラブルが発生したため、スラックワイヤーシステムを開発した。 張力をかけたワイヤーは通常良好な接触を示したが、コレクターが吊り下げ、ポイントを通過すると接触が壊れた。ワイヤーを緩め、吊り下げ、ポイントで、コレクターから離れるように意図的に持ち上げることで、吊り下げポイント間の中間点に間隔を置いて、その重量が他のコレクターに確実に接触できるようになった。改良されたコレクターは、 1900年までの最初の数年間使用され、小さな蝶貝を付けられた弓のフレームが固定された。支柱の上に置かれ、バネで接触した。しかし、棒コレクターは長持ちせず、トロリーボールに置き換えられた。ありがとうございます。